映画が大好きな私が過去に見た作品を記憶にある限り大体な感じで紹介します。ネタバレ、うろ覚え、設定間違い、適当な説明、ざっくり感などを含みます。キャラクターの名前なんて覚えちゃいません。あらかじめご了承ください。苦情は受け付けない。サスペリアパート2。1978年公開のイタリアのサスペンスホラー映画。監督はサスペリアやデモンズなどのダリオ・アルジェント。サスペリアパート2というタイトルになってはいるが、同監督の元祖サスペリアとは何のつながりもない作品。制作年は実はサスペリアより前の1975年、日本公開がサスペリアよりも後の1978年だったため、サスペリアの人気にあやかろうと勝手に日本でパート2にされた不運な作品。同じ監督が撮影しただけです。監督もびっくりです。サスペリアは2018年にリメイクされ話題になっていたので、続編だと思って見た人は全然関係なくてビビったのではないですか。タイトルはともかく素晴らしいサスペンス作品。殺人を目撃するピアニストの男、駆けつけるが犯人には逃げられてしまった。その後殺人現場の絵が一枚なくなってるような気がする。このトリックが最後に分かった時には驚き。ゴブリンの音楽も出演者の演技もとても好き。美人の女記者役には監督の奥さんのダリオ・ニコロディ。不気味な子供を演じている可愛いニコレッタ・エミルは、同監督デモンズのモギリジョー役で成長した姿を見れますよ。最近の日本版タイトルはサスペリアパート2赤い深淵となってるようです。それでは重要なものを見過ごすネタバレ。謎の超能力者の講習会。超能力者の女が会場に殺人鬼がいることを感じた。正体を見破った超能力者を物陰から見る謎の影。やべえんじゃない？ピアニストの男が酔っ払いの友達と路上で話していると、女の悲鳴が聞こえた。急いで悲鳴のあったマンションの部屋に行くと、超能力者の女が殺されていて犯人が逃げていった。すげえ態度の悪い刑事がやってきた。絵が一枚なくなってるような気がするピアニスト。なかなかの巧妙な伏線だ。記者の女と独自に調査することを決めるピアニスト。犯人を目撃してそうな友達に会いに行くと、お母さんがちょっとボケてた。ゲイのうちに入り浸ってた友達は酔っ払っててよくわからない。役に立て。コミカルな女記者とピアニストのやりとり。講演会に行った博士の話では、超能力者が子供の歌が聞こえると言ってたらしい。本で子供の歌の聞こえる幽霊屋敷の情報を得るピアニスト。狙われる本の著者、本田とばっちりだ。著者の残したダイイングメッセージを発見する博士。やっぱり狙われる博士。エキサイティングする人形。ピアニストは屋敷で子供の描いた意味深な絵を発見する。さらに隠し部屋で死体を発見するが襲われて気絶した。気がつくと燃える屋敷から女記者に助けてもらってた。屋敷の管理者の怪しい娘が描いた全く同じ意味深な絵。小学校で同じ絵を見たらしいので急いで忍び込む。ついに意味深な絵を描いた人物を知る。襲ってくる意外な人物。そして物語はもう一度見たくなるどんでん返しへ。星 4.5 つ。終わり。